はい、今回ポイントサイトモッピーと A8 ネットのセルフバックとちょっと比較してみますね。まずこの右上にあります、なんか上から降りてきましたね、 DMMFX ってやつなんですけども、こちらモッピーだとね4000ポイント、いわゆる4000円の報酬確定ってことになるんですけども、ちょっと待てよと、 A8 ネットはいくらかなと思うと、なんとねこちらね2万円なんですよ。ということなんで、やっぱりこうセルフバックのね ASP によってはこうやってポイントが莫大違うこともありますんで、詳細見るやっていきますね。まあこうやって2つ3つ比較しながらやってみるのがいいかなと思いますよね。まあもうされてると思いますけども、まあそういった形でポイントサイトも複数あるし、セルフバックサイトも A8 ネットだけじゃなくてね、AFB とかバリューコマースとかアフロとかいろいろあるわけですから、まあ比較しながらね、一番いいところはどこかなみたいなところでやっていければいいかなと思います。まあもちろんね、一番最初は一個を徹底的にやり尽くすのがいいんですけども、まあ一つをねそこそこやったなと思ったら、他と比較しながらまあ複数ねやっていくのが、まあ一番利益を大きく上げるコツではあります。本当にね ASP によっては全然こういうふうに報酬額違いますから、要するにこれ、案件をやればやるほどね、会社にも利益が残る形になってますから、会社の目標利益によってですね、それからやっぱりこうどれを一番セールスしていくのか押していくかによっても、まあいろいろ変わってくるんですよね。今回私は DMMFX は A8 ネットでやってみようかなと思いますけどもね。